カエルのペペ、プペは、マット・フュリーの漫画シリーズ、ボーイズ・クラブに2005年から登場する、緑色の顔と、人間そっくりの体を持つ、擬人化したカエルのキャラクター。その人気は、ヨンちゃん、マイス・プイス、ガイア・オンラインで着実に成長し、2015年までに、ヨンちゃんで、最も人気のある、インターネット・ミームの一つになった。ドナルド・トランプ支持者による、使用、 ペペの登場後、世界各国の電子掲示板等でインターネットミームとして人気となる。誰からもメールが来ない、人生の道を誤ったなど悲しい状況を表すのに使われることが多かった。ミームの元々の使用は時間の経過とともに進化しており、サットフロック、スマグフロック、ユーウィルネバー、カエルを含む多くのアシュがある。 もともとは差別的な意味のあるキャラクターではなかったが2015年頃から匿名画像掲示板 4chan で人種差別的な投稿に使われるようになった結果議論の的となっているオルタナ右翼運動の象徴として使われ始めた2016年9月には米国のユダヤ団体名誉毀損防止同盟はデータベースにヘイトの象徴としてペッペを登録した同団体は ペペのすべてのミームが人種差別主義的ではないと付け加えた。それ以来、フュリーはペペがヘイトの象徴として使用されていることを公然と非難しており、フュリーによってペペのイメージを回復すべくセイブパップキャンペーンを行うもキャンペーンの成果が得られず、2017年5月にフュリーはボーイズクラブ内で棺に横たわって死んだペペを仲間が弔うストーリーを公開した。 香港民主化デモの最中、街頭に掲げられた民主化を支持するペペ香港で発生した2019年から2020年香港民主化デモではデモ参加者が極右とは無関係に民主化運動の象徴として使用するようになった。これについてフリーはペペのイメージを回復させるものだと歓迎した。なお、抗議者のほとんどはペペが アメリカで白人至上主義の象徴として使用されていることを知らなかった。2020年には一連の天末を描いたドキュメンタリー映画フィールズ・グッドマンが制作されサンダンス映画祭などに出品された。日本でも2019年頃からビレッジヴァンガードなどの雑貨店でキャラクター商品が販売されている。ありがとうございます。